いや、初だからこそクリアしたいですね。そうですね。そうですね。二人とも、できるかな、まあ、ホラーゲームやってた身としては。まあまあまあ、クリアというか、エンドは迎えれるんですけど、はい。どんな、そうなんですよ、ね。いい形で迎えれるかどうかっていうのは、もう本当最後のね、最後のね、うん。最後のね。まあまあ、ちょっとそこも、すいません、すいませんけど、ヒント出します。多分、操作的なこと初すぎて、はい、想像もつかない、多分、あ、やばい、間違えちゃった。ところが出てくるので、わかりました。じゃあ、はい、その時はじゃあよろしくお願いします。ちょっとはい出すと思います。はい、ありがとうございます。以上で説明としては何か抜きあるかな。あとは去年出てないのでモダルとかって言われてるものは持ってないですよね。あ、ね、ありますあります。え、あるの？モダル。あ、モダルあります。さっきなんかもらいました。あの小さなメダルってやつ。小さなメダルって。それここ入れといてください。え、ここってちょっと待ってくださいね。これ？うんうん。これをモダルどこだ？誰か歩いてきたからもらいました。ここ？うんうんうん。ここに入れとく。はい。商品ですかこれ？これは四次元ポケットみたいなもんです。あ、ちょちょちょ。はい、入れました。おい。もしかしてセピアさん、インベントリーの入れ方はわからないですか？これ。開けました。こらこら。こら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 。こうすればいい。こらこら。はい。入った？入った？今ね、もう手持ちでこの中に入れようとしてました、直で。はいはい、はい、開くんですね。入った？はい、入りました。ちょっと視聴者さんの皆さんどうでしょう？大丈夫でした？ちょっと、この2人ともチャンネルだからね、入ってないって言われてますよ。え？エンダーチェストの方。エンダーチェストの方にモダルを全部入れてください。あ、はい、じゃあこのモマンジュとかも。まんじゅうは食料なので大丈夫ですけど。これ持ってていいですか？メダルはね、ちょっとバグるんで。ああ、なるほど。あ、はい、じゃあエンダーチェストの方に入れました。メダルと。大丈夫？あと、キュウリも大丈夫ですか？キュウリは大丈夫です。食べ物なので。あ、そうか。なんかそう、いろいろね、実は押し込まれたりしてるんで。うんうん、じゃあ、モダルだけなんですね。あとね、ポーション持ってるねっていう話あるんですけど、ポーションとか持ってます？ポーション？竜の飴細工。俺、瓶で水入り瓶、水入り瓶、リンゴ飴。空き瓶はいらんでって言われてますよ。うん。ポーションって、ね、ポーションってカタカナで書いてあります？そうですね。うん、それは持ってないですね。じゃあ、お酒ですね、多分持ってる、ね。お酒持ってますね、今。お酒はありです。純米吟醸持ってきます。うん、それはありです、ね。いいね。OK かな。ソフトドリンクオンリー。ん？ソフトドリンクオンリーです、こちら。お、なんと健康的。じゃあ大丈夫です、私は。オッケーですか？はい、私も大丈夫です。はい、多分。じゃあですね、もう問題ないかな。はい、じゃあですね。いよいよ始まるのか。はい、始まるのか。ちょっとお一人ずつね、まあ皆さんご存知ですけども、自己紹介と、はい、まあちょっと今回の抱負的なものをね。あればちょっとお聞きしていきたいと思うので、まずは小島さんからお願いしてよろしいでしょうか。はい、ゲーム実況者小島定員です。マイクラ肝試しは初めてなんですけど、まあ、ホラーゲームいろいろやってきましたんで、その知識を生かして絶対にハッピーなエンドを迎えたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩井さん、マジでクリアしたい。あ、なんかもらった。え、なんかもらった。あ、後ろから俺だ。純米吟醸。あ、お酒持ってくれたよ。なんか前田くんかな。はい、こっちだと。はい、小島さんの次はセピアさん、お願いしてよろしいでしょうか。はい、じゃあこうしようかな。皆さん、初めましての方は初めまして、いつも見てくださってる方どうもありがとうございます。セピアと申します。小島さんと同じようにマイクラ、なんか飲んでるぞ誰か。マイクラ初参加でいろいろね、右も左もわからないようなところも多いんですけども、やるからにはクリアを目指して、できればトゥルーエンド、ハッピーエンドを目指してやっていきたいなと今日思ってますんで、皆さん何卒お手柔らかによろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はね、元を正せば僕2011年の第1回の超会議の打ち上げで一緒にそうですね、お会いして、で去年一昨年かな、ニコニコの説明会、実況者説明会、去年ですね、ね、懇親会がありましたよね、夜に、去年。はい、そこで隣の席になって、うん、マイクラ肝試しってやるんですけど、
来たりしませんよねって言ったら、お二人とも、よう行きますよみたいなこと行く行くって、まだまだ社交辞令ちゃうんですかって言って、よう、スケジュール合えば別にそれはって言ってたんで、言いました。合わせてもらいました。ただ、正直あの時は、なんだろうそれと思って、わけわからんまま話してました。思ってましたよね。でもまあ、小島さんがすごい、かぶりついてきてくれたんで、うん、これをちょっと頑張って誘おうと。見てはいたんで。ね。ちょっと頑張って。ホラーゲームで一体やりたいなっていう感じですね。はい。なのでちょっとすいません、僕のわがままでお呼びして来ていただいて、わけのわからんソフトインストールさせられて、そもそもかわされてみたいな感じになりましたけど、なんかこの1週間くらいで急激にこう自分の中のワクワク感が高まってきて、ほんまですか？で今日もう早くやろうっていうぐらい、もうこれでね、これで紹介と前説は必要ですもんね。はい、はい、じゃあ行ってもらいましょうか。あ、いいっすか。はい、行きましょうか。いいですよね、皆さん。もう大丈夫よね。大丈夫よね。はい、じゃあですね、僕は透明になってお二人の後をつけていって、お、はい。で、チャットの方は基本ミュートして、お二人にもすべて任せて、ちょっと詰まってるなっていうところだけちょっとワンポイントワンポイントで、うんうん、ヒント出せたらなっていう形にしますので、はい。じゃあお二人で山の方に向かっていっていただけますでしょうか。はい、わかりました。はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。ゴー、 OK。 プレイボールって言わない、プレイボールって言わないんだ。プレイボール。あ、言った。キックプレイボール。まずはなんか早く泣いてるな。様子見で、うん、なんで俺が、いや俺がじゃあ先陣切ってやるぜ。走らずに俺全部回避してる、敵の攻撃を。なんか泣いてるよ。うん、そっか、80分で不動産スピード、不動産基準スピードで風速80分ペースで行こう。風速80分ペース。風速80分ってなんだ。風速80メートル。これ開けれるかな。あ、開けれた。よかった。これ入ればいいの。行くよ。じゃあ俺が先行くね。はいよ。天井カメラマン。うわー、まだ開くね。よし。あれクリアじゃないか。おい。え？戻っていった。戻っていった。戻っていった。こっちだよ。あ、もう入った？あ、入った。大丈夫かな。はい。大丈夫か。行くよ。なんか変な音聞こえてるね。不安以外の何者も。うわ。結構暗くなったよね。え。え。なんか動いてるこれ。うん、あ、でもまあ時間がねあるから。うわ、暗っ。暗いよ。暗い。これセピアさんの顔面がものすごく出てくる。これな。ちょっと二人でコース敵のコースを潰していこう。横に並んで。そうだな。ついてきてる？大丈夫？いるね。違う、真横に行く。ああ。ああ。あ。え？待て。なんか落ちたよ。なんか落とされたよな、今。ね、落ちたね、今ね。え、で、まだ、さすがにまだ何も来ないでしょ。まだ、そんなね、来ないですよ。え、意外と小島さんって、ビビリ落とってあり。なんか俺であっちの後ろに。サイレンとかやってるから全然気にせえのかなと思ってたけど。なんかすごいや、なんか、周回中、おぉ明るい、ちょっと待って。この明るいのは、逆に要注意だと思う。とか。なんだこれ。これ、怒ったらダメですね、これ。行こう行こう。うん、行こう。これもう、ステージ入ってるのかな、これ。まだだよね、さすがにね。落ちないよね、落ちちゃダメだよ。うん、ここはね、多分ね、俺らのアクションテクニックが問われてるところ。そうはね。基本操作ができるかどうかは、まずチュートリアルで試されてる。うわ、上に空いっぱい飛んでる。え、空いっぱい飛んでる。上に空いっぱい飛んでる。なんだこれ。あれか、これが、やばい、待つか。頭痛が痛いみたいな。うわー、お墓いっぱいあるよ。こう眺めいいから、ものすごい成仏できそう、これ。まあ、このシーズンの、というか、肝試しの、お決まりの風物詩だよな。なんか、お菓子かなんか置いてないか。あ、こんにちは。あー、この辺から聞こえる。行こう。だから、アイテムは特にないよ、ここはね。あ、そっか、なんか、それ、キーアイテムが取らなきゃいけないものがあったりするときは。押せない。まあ、ないね。行こう。じゃあ、家に行こう。まず、一個一個下見つぶし、家見てこう。そうですね。うん、まず、ここをまず調べるかどうかですね。あ、まあ、キノコがある。トゥトゥトゥ。え、トゥ。キノコ、ほら。いや、キノコじゃなかった。ごめんなさい。なんじゃよ、お前。別に、閉ざされたわけじゃない。閉じ込められたここに迷い込んだじいさんが言うには、特別なお札を門前の井戸に投げ込めば門が開く。ごめん、なんか今手紙読んでる。手紙ってあるよ。いいね、薄汚れた手紙。門前のなんだって。
昔ここに迷い込んだじいさんが言うには特別なお札を門の前にある井戸に投げ込むと門が開く、いいね、お札を探すことが大事だよね。オッケーオッケーオッケー、特別なお札を門前の井戸ね、井戸オッケー。さてじゃあとりあえずお札を探そう。だからその門がどこかも分かんないけどね、多分でっかい門でしょう、ね、まあ、門は多分見りゃ分かるんだろうな。急ぎ探してみよう、時間がないから。もう手分けする？いや手分けする、手分けしたらまずい。まずいな。なんか後ろ来てる？違う、そうね、手分けしたらまずいね。大丈夫？あれ？小島さんの足音だったよ。やってくれんな。お前出てくるな、出てこい。そうだよ、隠れて恥ずかしがりやか、お前。あれだ、もうこれだ。門ってあれ、鳥のあの門でいいのか？鳥でいいのか？あの門を突破すればゴールじゃない？もうゴール？もうあれ多分で、多分そこがお札がないと通れないんじゃない？開始10分で。早っ、探索早っ。ちょっと軽く行ってみよう、本当に開かないかどうか。井戸ってものも知りたいから、まずそこから見ていこう。まあね、まあね、今いっぺん試してもらおう。あ、お腹減った、お腹食べます。食いながら行こう。よし、セピアさんお腹空いたら食べるんだよ。うん、俺まだ大丈夫大丈夫、マックスになってる。これ以上分かれない。何重の塔だこれ。武蔵小杉のタワーマンションもびっくりの高層ビルだぞこれ。何を言ってるね。何武蔵小杉が出てくるんだよそこで。これいけないですね、さっきのところね。ここセバさんいけるこれ？どれ？ここの階段登れないよ。ああ、なるほど、そういう式？そういう式だね。あれ、これ2でも無理、あのはしご登るときみたいに。あ、こっちからいけるよ、こっちから。と思うじゃん。あ、いけるいける、うん、サイドからいける。と思うじゃん。正面の扉いけないか。あ、オッケーオッケー。ここはカウント入んないかな、これが。と思うじゃん。うん、まあ、とりあえず分かった。でもいいのか分からない。まあ、いや、とりあえずじゃあ街中を散策しよう。門はこれでいいんだろうな。門はこれでいいんだろうな。井戸これやで。オッケー、何かをすれば多分登れるようになるんだろう、きっと。だったら、門前井戸って言ってたから、井戸をもう確認しとかないとやばいんじゃない？井戸ないね、今探してるけど。門前の井戸っていう書いてあったんでしょ？俺、その手紙見てないけど。うん。あ、そうか。下からだと。うん？まあ、とりあえず、あ、じゃあ戻ってきて。こっからだと、水が見えんからな。あ、大体のマップの把握はできたから、あとはじゃあ家を回ってもっといろんな手紙を探してみよう。いいよ。その多分そこになんかね、その井戸のやり方とか全部書いてあると思う。いいですね。これ井戸これじゃね？うん、おお、え、わ、あ、あ、あ、どうしたどうした？それはあのゾノさんちの馬車なんで気にせず。発情期の猫ですね。これどこどこ？猫猫。発情期の猫ですね。よくあの春先になるとこんな猫いっぱいいるよね。いるね。あの駐車場の脇のちっちゃい森の中とかに。猫どこれいいのかな、ボクボクってアピールしたのかな。何もないか。あ、地下がある。違う。なるほど。あ、上行ける。これででもフラグ立っちゃうんだよな、多分。しかし何も起こらない。奥に、あ、でも上がある。とりあえずまあどんどん調べていこう。じゃあ俺は紙あった。いや、マジ音8 何何の声これ。どこ、どこ、これ後ろ、あ、やばい、後ろ、小島さん後ろ、なんか、え、嘘、ヒロコが、やばい。あ、これは、外の空気が変わった。提灯が燃え落ちた。本読んでたのに。何て書いてある、ちなみに。そっち浮島に行く方法が分かったぞ。でっかい鳥居の内側に黒いもやが出てくるときくぐれば、島にあっという間にたどり着ける。浮島に行く方法が、でっかいもやが、鳥居の内側に黒いもやが出るところをくぐれば、浮島に行けるって書いてある。あはは。ちょっと鳥居さっき見たやつか。うん、まあいろいろと鳥居何個かあったからね、うん、そこの浮島を狙うんだって。行こう。ここになかったね。しっぽバンバン行こう。とりあえずじゃあその鳥居、あ、どこ行った。あ、入り表だよ。オッケーオッケー、うん、まあどん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 街を探していこう。オッケー。まずは手がかりやすいね。家を散策していろんな書物集めていこう、うん、まあそう、手紙は全部小島さんがまとめて持ってた方がいいだよね、うん、ここまで行ったら。まとめて持っとく。